さあ本日も行きますよ。行きましょう。で本日2つあるんですよ、案が。2つもどっちにしようかなと思って悩んでるんですよね、今。ネアンデルタール人ですか？ネアンデルタール人ですよ、これ。みんな社会のテストに出てくるから覚えておくように。今日ですね、はいはい、せっかくこうやってみんなももう入れるようになりましたよね。こうやってシューって空を飛んで一発でぶつからずにシュッて入ることできますよね、みんな。できますね。お願いします。ちょっと入ってきてください。綺麗に。おーい、入れるかな。あー、OKOKOK。こんな感じですか。はい、設計は間違いなかったようだな。まあ、このは入れるようになったと。はい、だったらこう宝箱がいろいろあるからさ、ところどころにあるじゃないですか、汚いのが。ああ、はいはいはい、アイテムが。まあ、それを成仏させる。なるほど。もしくは兄貴がジ・アイアン・タイタンだったっけ、はいはい、作ってくれたんですけど、このレルムの世界じゃなんか壊れやすいと。壊れやすいですね。だから普通のゴーレム生産所を作るか。ああ、なるほど。近いやりたいなと思って。ゴーレムの単純なやつは実は本編で収録済みなんですよ。なということは動物祭りですかね。動物祭り行きますか。はい、はい、うち兄貴とちょっと研究してようかな。兄貴先生ちょっとこっち、はいはい、あ、はいはい。これ今ちゃんと動かんのやね。これ全部埋まってないとあかんのやね。あ、そうですね。あ、なるほど。一部なってるんだな、これ。一部なってるんで、今爆発しましたもんね。ああ、そういうので壊れててるとかいろいろあるんだな、これ。ああ、なるほど。ある程度結構いってるね、アンキー。これそうですね、一時期は動きましたもんね。うん、このなんか分けても仕方ないやつあるやん、アンキー。これありますね。ハーフブロックとか、うん、これとかもう左のとこになんかやっちゃえばいいのかなということで。はい、あっちの方でも仕分け機ありますよね。あ、採掘用仕分け機もあるんだ。マグニーさんが作ってくれた。あ、そうですよね。兄貴。はい。整理整頓よろしくお願いします。おっと、了解です。うち成仏祭行ってくるわ。うん、兄貴、これ大変よ。大変ですね。あ、頑張っていきましょう。はい。あ、な、兄貴、こっからさ、この石系が全部向こうですか。石系、うん、これ石系もう外しちゃったよ、これもう。はい。これもう、ペ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 。ここもペーだよね。こんな感じかな。砂もいっちゃいますね。砂もあっちでしょ。大量にこれから手に入れるから。あ、了解です。わー、これは地味な動画が出来上がりそうだ。これは地味ですか。これは地味な動画が出来上がるぞ。こんな、私成仏担当なんで、ちょっと待ってね。今の私のこの階段の前の、これ成仏させんといてね。階段の前に、はい、今うちの財産を入れとくんで。さーて、うんな、いろいろ捨てていくよ。うーわ出てきた。大変。トロッコとかめっちゃ出てきたんやけど、ここ終わったら。あ、5分で消えるよ、これ。5分で。ほら、もうみんな強制的に吸い取る。ほら、おー、全然吸い取れない。さすが岐阜のダイソン。ダイソン、これトロッコどうする。これ絶対将来使いたい。どっかしまってみましょうか。じゃあトロッコどこに置いとこう。ここに今隠しとこうかな、トロッコ。サドルもいらん。サドルもういらないんじゃないですかね。馬100匹にサドルつけるっていう企画。いい。その先が見えないですもんね。それ企画いらん。はい、いらないですね。もう多分うちら物資いっぱいありすぎるで、もういっぱいゴミ箱ぶっ込めばいいと思うやって、これ。そうですね。やべ、全部成仏するよ、これ。ちょっと待ってろ、これ忙しいな、思ったより。ゴミ箱潰すと消えるぞ。もうポイポイポイだ。もう必要なやつもポイポイポイって、ポイ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 。待って、寝る。あー、よく寝たー。どうだ、みんな調子の方は。順調ですよ。順調ですか。はい、バッチリです。片っ端から宝箱を潰していくんで、はい、フォローよろしくお願いしますよ。了解です。スキルトロッコ捨てるんですね。見えた。やっぱトロッコ置いておこうかな。ここ置いておこうかな、ここに、うん、な、今ここにちょっとよくわからんやつ今置いといて、
他はもう積極的に成仏させていくわ。あすごい、ちょっと待って、ゴミ箱が追いつかんね、これ追いつかないですね。マグマに直接大グマです。マグマで、ちょっと待って、これ俺ここ改造するわ今。俺技術力しかないから。いや、マグマで焼けばいいんですか直でおい、ちょっと俺これ気になる。ちょっと待って、これ多分びっくりするよこれ。みんなこんな速くなるってぐらいびっくりするから。母さん、はい、ノンカツハウスのタケシがいないっす。は、嘘だ。あ、本当や。え、ノンカツハウスのタケシゾンビがいないっす。あいつか、兄貴がやったの。いやいや違います違います。え、いや前の放送で、いやいたよ、いましたよね、うん、村人の数がエグいな。うん、すごいよ村人どうしたのこれ。多分この家で増えて流れてくるから無限に増えてるんでしょうね、うん、すごいよ。こんなことある。増えて場所離れて、またワクワクになる。やばいな、うん、もう無限連鎖がもう、あれこれ早くなったのかな。なんか体感的にあんまりな、なんかもっとカツ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 って言うのかなと思う。うん。いやちょっと待って、今ちょカンニングしてくるから。どう？使いました、何か使いました。はいはいはい。どう？よしさん来て。めちゃくちゃ早い。パッ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 。早い。あ、めちゃくちゃ早いわ。早くなったでしょ。すごい。これですよ。これが本気バージョンですね。なるほど。で、こうもしてる間に、成仏祭は終わったかな。あ、綺麗になってきてるような気がする。はい。結構成仏させましたよ。本道具用で。ほら、ここもあるぞ。ここも中身を見ずにぶっ壊す。あ、うわぁ。うわぁ、水めっちゃ出てきた、ここから。これ水はいらないでしょ。ぽい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 。ぽいぽい、もう拾いに行くからこれ。やべ、詰まった。あ、なんか遅なりましたね、またホッパーの限界速度っていうのがあるから。 あ、ちょっと待って、天才か俺は。で、それも改善できるんですか。当たり前ですよ、そんなもん。すげえ。俺はただの天才だったな。楽しいな、今日勝った。やっぱレッドストーンで検索するとね、カズクラ出てくるぐらいだから。すごい。ね、こんなもんはね、ここにホッパーを敷いて、で、さらに下にペッてやって、で、ここを片方、ホッパーの限界っていうのがあるから、こう横側にすると、ほら、ほら、お次速くなった。速っ。ダブルでホッパーに吸い込まれるから速くなるってことですよ、これ。これなら限界来ないですか。これなら限界来ない。これやばいっしょ、このシステム。あ、夜ですよ、皆さん。はいはい。さあ、現場監督だ。そうだ、みんなチェックしていくぞ、いろいろチェック。よし、ここよし、ここよし、ここよし夏にこっちや、シュート目みたいなもんだからな。壊すぞ、まさかアイテムが出てくるんじゃないだろうな。これやばい、あ、あーこれやった。よしよし、な、他ジョブチェックいくよ。あれ、こっち方面かなり成仏進みましたね。こっち方面だいぶやりましたね。やったりましたね、ここらへん。いや、それにしてもこの成仏マシンいいな。それいいっすね、ちょっと、うん、インスパイアさせていただきますよ。これいいっすよ。何よりちゃんとガラス張りのとこがいいっすね。うん、うん、出力高めることできますからね、まだ、うん、あ、もう、あれ、もう、うん、もういい感じに、シュート目ですけど。シュート目あれ、もう成仏祭終わったかな。大成仏祭終わりました。この村の成仏祭、うん。あ、これ誰ですか、こんなところに。どこ、まだあった。これちょっと叩いてみよう。あ、綺麗。もうない、あっちにあると思いますね、もう。まあ、エイトランちゃんと、エイトランちゃんのところにありますね。あ、一回崩してみるよ。あ、あれなんもない。これこの羊ハウスは、羊ハウス、羊ハウスは必要。あ、これは羊毛が、さすがにこれは羊毛入れですね、これは。あれ、肉めっちゃ落ちてるくない。あ、本当だ、なんかジンギスカンめっちゃ落ちてる。なんで、何これ肉60個ぐらい手に入るよ、これ多分。あ、足してる。うそ、この子だ、パッサン。はこの犬。あー、ちょっと待って、骨骨骨骨骨、あ、骨骨骨骨、この子が殺しまくってる。ドゥ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 。いや、何匹もいるよ。ここから入ってくるんだ、ここに土があるから。ちょっと待って、お肉が2スタックぐらい、これ大変だ。あるか、くそー、何百という骨だよね。骨ですね。くっそー、この骨を持ってめっちゃ減った気がする。めっちゃ減った、何なんだろうと思ったらちょっと待って、ワンちゃんの目がめちゃくちゃ赤かったっすね。あ、やっと正気を取り戻した、コミティン。はい、コミティンにこのワンちゃんの役目を。あれ、どこ行った、ワンちゃん。オッケー、一匹行きましたね。うちも一匹やった。え、この2匹だけでこんな無双したんすか。
待って、お肉、ちょっとお肉を全部回収しよう。お肉回収、そうっすね。コミティさん、はい、拠点に集合で。ホンダ悪魔がいましたね。いやびっくりした今回のは。ほんなちょっとコミティさん拾った分ちょっと、はい、どっかどっか、いやこれえげつないよ。今回手に入れたお肉、1スタック2スタック3スタックと7つえ、これ1匹から、え1匹から1肉だよね。1肉でしょうね、多分。え200頭ぐらいだからいかんだこれは焼いて美味しくいただいて弔うのが一番やっぱですね。はい、というわけで前編はこんな感じで羊を助ける回になりました。まさかの回でしたね。はい、いや200頭いくってびっくりしましたよ。本当っすね、一頭買いの悪魔がいましたね。一匹話すだけあんなね、一、二匹であんなことになるんですね。うん、ですね。怖いな。な、後編ではまたね、別の企画、はい、ね、そうですね、ね、仕込んでたあれですね、はい、やろうと思いますので、また後編概要欄の方からよろしくお願いいたします。お願いします。それではまた後編でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。